トマ・ピケティは、フランスの経済学者、クリシー出身、経済学博士、パリにある名門国立高等師範学校の出身、経済的不平等の専門家であり、特に歴史比較の観点からの研究を行っている。2002年に、フランス最優秀若手経済学者賞を受賞、パリ経済学院設立の中心人物であり、現在は、その教授である。 また、社会科学高等研究院の研究部門代表者でもある。トマ・ピケティは、パリ郊外のクリシーに生まれた。両親は、裕福な家庭ので出であったが、1968年のパリ5月革命に関わり、労働運動の党首として活動し、後には南仏王土県でヤギを育てる生活に入った。学校で優秀な生徒であったピケティは、バカロレアを C 種で取得し、 数学の準備講座をリセルイコールルイコールグランで受講した後、1989年に18歳でパリの国立高等師範学校に進学し、経済学への関心を深めた。1991年にパリ経済学校の政治経済分析の共同博士準備資格を取得した後、ロジェ・ゲスネリ教授を指導教員として社会科学高等研究員及びロンドンスクールオブ。 エコノミクスで学び、22歳で、富の再分配の理論研究を博士論文として提出し、経済学の博士号を得た。富の再分配の理論についての考察と題された、この論文は、フランス経済学会による1993年の最優秀論文賞を与えられた。博士号を得た後、1993年から1995年まで、ピケティは、 アメリカ合衆国のマサチューセッツ工科大学で助教授として教鞭を取った。1995年、フランス国立科学研究センターに移って研究に従事することとなり、さらに2000年には社会科学高等研究院の研究代表者となった。2006年末から2007年にかけて社会科学高等研究院、パリ高等師範学校、国立土木学校、 パリ大学、国立農学研究所と CNRS により、新設されるパリ経済学院の設立準備に、ピケティは3年間関与し、同校の初代代表となった。同校は、社会行動研究センター、経済学応用研究センターといった、既存の組織を再編して新設された。しかし、社会党から、 大統領選挙に立候補したセゴレーヌ・ロワイヤルの選挙運動を支援するためとしてずっと前から決めていたことだと述べて代表の任を離れた。2007年以降は同行の教授である。フランスにおける所得上位10%の所得が国民総所得に占める比率。1998年までのデータはトマ・ピケティに、以降はカミー・ユランデによる。 アメリカ合衆国における所得上位10%の所得が国民総所得に占める比率。エマニュエル・サイズとトマ・ピケティによる。経済学会においてピケティは経済的不平等の専門家とみなされている。この方面でのピケティの業績は数多く、理論的かつ標準的なものとなっているが、1990年代末からは歴史的、統計的資格からの研究がなされている。 トマ・ピケティはフランスにおける高所得層の研究に取り組み2001年に著書レオ・レビナス・ EN ・フランス・ EU ・バンティエム・シエクルを交換したこの研究は税務当局が保有する所得税申告についてのデータを使い20世紀の全期間をカバーする統計データを整備する作業の上に成立しているフランスにおける不公平拡大過程の研究ピケティの この業績によって重要な事実に光を当てることになった。特に20世紀のフランスでは特に第二次世界大戦後において所得の不平等が大幅に縮小したことをピケティは明らかにした。不平等の縮小は主に相続財産の不平等の縮小によるものであり給与所得の不平等は変わらずに保たれている。ピケティによれば不平等の縮小をもたらしたものは 戦後における所得税の導入とその強い累進性であり、これによって相続による財産の蓄積が阻まれ、多額の資産を代々維持することが難しくなった。このためピケティは1990年以降に行われたフランスの減税策について、この減税が大資産やランティエの再構築を許すことにつながるとして強く反対している。 所得階層の最上位に位置するランティエは、経済活動の活性化にほとんど寄与しておらず、この層を排して、労働所得層に置き換えることは、不平等の縮小につながり、さらに経済成長を刺激することにもなると、ピケティは主張する。ピケティは、ラッファー曲線のような議論には、さほど働いていない、高所得層の税率を引き下げても、フランスの場合、その限界効果はおそらくゼロか、 ごくわずかにとどまるといった観点が欠けていることを統計的研究を踏まえて示した。比較研究次にピケティは先進諸国における不平等の動態についての比較研究に取り組んだ。この目的を達成するためにエマニュエルサイズなど他の経済学者たちの協力も得ながらフランスの場合と同様の手法によって一連の統計数値を整えた。この作業によって アメリカ合衆国における不平等の拡大について、また、アングロサクソン諸国と大陸ヨーロッパ諸国における動態を比較する論説が交換されるようになった。こうした研究を通して、大陸ヨーロッパ諸国と同じように、第二次世界大戦後の経済的不平等の縮小を経験したアングロサクソン諸国が、その後しばらくしてからの30年間にわたって、 不平等を拡大させていったことが明らかにされた。ピケティとガブリエル・ズックマンの2013年の強調論文は1970年から2010年における資本、所得比率の歴史的推移に関する研究であり、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスについては1700年まで遡って分析した。この論文のデータはピケティの著書21世紀の資本でも理論的支柱になっている。 クズネッツ曲線批判ピケティによる分析には1950年に交換されたサイモン・クズネッツの先駆的業績を批判する部分も含まれている。クズネッツは経済成長と所得分配の関係について所得における不平等の拡大は長期的には逆有事の曲線をなすもので生産性の低い部門から高い部門へと労働力が移動することによって 産業革命の開始とともに拡大が進み、やがて縮小していくと考えていた。ピケティは、クズネッツが1950年の時点で観察した傾向は、重要な経済的要因の帰結ではなかったと論じた。実際、相続資産の不平等は減少し、賃金の不平等はさほどでもないが、こうした動向はそれを進めたり逆行させる、要素によって、特に所得税の創設によって、 左右される。結局のところ、不平等の縮小が継続するという保障は何もなく、実際、米国では30年間にわたって、不平等が拡大し、近年では1930年代の水準に達している。以上のような中心的業績と並行して、トマピケティは他の領域でも業績を交換しているが、その多くは、経済的不平等の問題に関わりのあるものである。 ピケティは学校教育の不平等にも関心を寄せており、これが給与所得の不平等、ひいては経済的不平等が存続している要因であると考えている。ピケティは研究を通して学業の成否には特に一クラスあたりの生徒数が重要であることを強調している。2008年、ピケティは社会保障制度の将来についての評論を発表し、 スウェーデン同様の点数方式の導入を提唱した。2011年1月、2012年のフランス大統領選挙に向けて、ピケティは、カミー・ユランで、エマニュエル・サイズと共に、財政革命のために、を交換し、所得税と一般福祉税を統合した、新たな所得税制の整備によって、より社会的に公正で、より市民にわかりやすく、また、ピケティによれば、 資産から生じる所得により効果的に課税することが可能となり新たな所得税制と社会保険料で2010年の国庫収入の49%に相当する額が確保されると論じたこの拡大一般福祉税構造では税率は月収2200ユーロの場合で10%月収10万ユーロ以上の場合には60%に達する この本の論点で独特なところは、20世紀初頭に行われていたように、自宅を所有する者について居住する家屋の推定される家想家賃を収入に加えるとしているところである。しかし、フランスの国家財政制度は、先進的ではないとする、ランデ、ピッケティ、サイズの議論の前提には、異論も唱えられた。シンクタイクアンスティチュフランセポアーララシェールシェイシュールレ。 アドミニストレーションスイレポリティック・プブリックス、イ・フラッペの元代表、ベルナール・ジメルヌと、経済部長、フランソワーズサン・イコールカストは、レゼコがガミに寄稿し、ピケティたちの主張は、虚偽であり、でっち上げられた数字であると批判した。この寄稿で、ジメルヌとサン・イコールカストは、失業者から、高額所得者までを包括し、富の再分配による収入にも課税する。 現行税制は明らかに進歩的なものだと論じた。結果的にピケティたちの協調はメディアの注目を集め、ピケティは著者を代表するスポークスマン役を果たした。リベラシオン紙は一面でこれを取り上げて好意的評価をし、ルュマニテ紙もより穏やかにではあったが、好意的であった。レゼコー紙のマチューレネはこのような改革を実施しても、 財政問題の解決にはつながらないと批判した。フィガロミは、この小さな赤い本について、3名の共調者のうち左翼に、身を置く一人の方に寄りかかっていると指摘して慎重な姿勢を示しながらも、この本を読まずに、財政改革に手をつけるのは誤りであろうと述べ、結果としては、そこそこ好意的にこの本を取り上げ、本書は、理念的論争を寛容するという意味で有益な、 著作であると評した。しかし、数日後の同志には、ピケティたちの主張を財政全体主義であると非難するフィリッペ・ネモのコラムが掲載された。フランス景気経済研究所のエコノミストであるアンリ・スタディニアクも、ピケティたちの財政革命のために、を批判し、そこで提言されている内容は、個人課税化を目指すものであり、家族制度を揺るがせることになると論じた。 スタディニアクが特に問題にしたのは、もともと社会党の一部から出てきた家族割り当て制度を廃止して税控除に置き換えるという考え方であった。ピケティは社会党に近い立場を取っており、1995年から1997年まで社会党の経済委員会に参加していた。2007年の大統領選挙の際にはセゴレーヌ・ロワイヤルを支持して運動に関わり、 経済顧問を務めた。ピクティはまた、ミシェル・ロカールとドミニク・ストロスカーンが設立した組織で、あるヨーロッパを左にの科学政策委員会のメンバーを2003年11月11日から務めた。2012年4月17日には、他の数多くの経済学者たちと共に、フランソワ・オランドへの支持を、ルモンド市場で表明した。しかし、2015年1月1日には、 レジオンドヌール勲章の受訓候補を誰に名誉を与えるか決めることは政府の役割ではない。政府はフランスとヨーロッパの経済回復に専念した方が良いと述べて辞退するなどフランスはオランドと距離を置くようになった。欧州債務危機については半金祝の立場からギリシャの旧進左派連合の支持を表明している。2015年7月、ジェフリー・サックスなど経済学者らともに アンゲラ・メルケル宛てに公開書簡を出した。ドイツなどがギリシャに強いる緊縮財政政策を停止するように求めた。緊縮財政政策によってギリシャ経済が疲弊し、2014年の失業率は約25%、GDP は2008年の水準の約75%まで低下している。1950年代に西ドイツ政府が戦後賠償を軽減してもらった。 ことにも言及し、ドイツがギリシャの債務を減免すべきとピケティラは論じた。ピケティはドイツを厳しく非難し、債務減免の歴史を忘れたドイツが欧州を破壊していると述べた。週刊東洋経済の2014年7月26日号のインタビューでは、野村昭弘副編集長の日本はどちらかといえば金融政策に頼りがちです。アベノミクスは、 資産バブルを誘発しています。との問いに対して日本にとっては欧州や米国と同じように金融政策は魅力的だろう。何十億円もの紙幣を印刷するのは簡単だからだ。と語り、特定のセクターがバブル化して富が偏る危険性を指摘し、アベノミクスのやり方は間違いだと論じた。2014年12月22日の 日本経済新聞のインタビューに対しては、安倍政権と日本銀行が物価上昇を起こそうという姿勢は正しい。と述べ、2から4%程度のインフレーションなしに公的債務を減らすのは難しいとした。2014年4月の消費増税には否定的で景気交代につながったとした。2014年12月31日の朝日新聞のインタビューでは、 グローバル経済の中でのアベノミクスのインフレ政策が実際の物価上昇につながるかについて疑問を示した。またインフレが庶民の生活に影響する負の面にも触れ、通貨発行による株価バブルの形成は特定のグループに大きな利益をもたらすなどとした。ピクティはインフレ率を上げる唯一の方策として賃金の上昇、特に公務員の給与を上げることを提案し、 それに加えて、インフレによる悪影響のない、代替的な最も良い政策として、民間資産への累進課税を提示した。2015年1月31日の日本記者クラブでの記者会見では、アベノミクスは格差を拡大する一方で、経済は低成長になるという最悪の事態に陥るリスクがある。とし、賃上げの強化を主張。 所得税の最高税率が高かった時代は、格差が小さく経済成長率も高かったと分析し、高齢者を中心とした富裕層への課税を進め、固定資産税への累進性の導入や、相続財産への課税も主張する一方で、低所得者層への課税の引き下げや若者に有利な税制改革を求めた。日本の公的債務については、私は日本も、欧州と同様に、 資本への課税を増やすことを提言する。と語り、日本のように国民所得に比べて民間資本が大きい国は労働所得に減税をし資本に増税するのが自然な解決策だとした。逆に日本がしてはいけないこととして歳出削減を上げ予算を黒字化させて公的債務を減らすというオーソドックスなやり方で財政問題を乗り越えたイギリスは 教育への投資を減らしたと指摘。日本や欧州は同じ鉄を踏まないように求めた。ピケティは消費税の増税が日本の所得格差を拡大させることを指摘した。エマニュエル・サイズとト,トマ・ピケティの協調論文のデータによって作成されたアメリカ合衆国における所得上1%の所得が国民総所得に占める比率の推移を示すグラフ。ピケティが取り上げた。 所得上位層の所得が総所得に占める比率の推移をめぐる研究は2011年のウォール街を占拠せよ運動に大きな影響を与えた。この運動の中では所得最上位層1%の所得が総所得に占める比率の推移などピケティたちの研究の成果が広く紹介され金融改批判の根拠とされた。ピケティはリベラシオンが見に定期的に寄稿しており ルモンド紙にも時折寄稿している。著書21世紀の資本はアメリカでは2014年春の発売以降、半年で50万部のベストセラーとなっており、多くの言語で翻訳されている。ありがとうございます。